こんにちは、ジャズドラマーの黒人です。今回質問がありまして、シンバルがクラッシュした時に、ブライアン・ブレードなんかもシンバルワンワン揺れてるのにあんまりうるさくない、ああいう叩き方ってどういう風ですかっていう質問がありました。場所ですね、演奏する場所でここにマックスの音が来てるとどんな音を出したって全然うるさくないわけですよ。要はみんなでカラオケ行こうぜ、盛り上がろう、もっとやってもらって、さあ行こうぜ、って言った時ってすごいうるさい声出したって、今ガーって叫んだとしても結構マッチするもんじゃないですか。で、場の空気が、音楽の空気がそうなっていればどんな音を出してもハマるんですが、そうじゃない時に大きい声でイエーイって出したり、図書館の中でやってるとおかしいという、そういう場所っていうのもすごい大事だったりしますが、叩き方にもある程度コツがあります。要は破裂音っていうのはこう叩きつける音、こういう音はちょっと聞きとい方がバシャンってうるさいわけですね。要は音が振動させるのにこう力で押し込むので、振動さしようとするのにその動きをこう妨げられるというか、音っていうのはそうですが、物がこう弾む音っていうのは音がシュワーンってなるんですね。だから要は ここでこのシンバルを蹴るみたいな感じすると、これが力任せにこういうふうにこうスティック自体がこういうふうに動いたりじゃなくて、こう回転運動をしながらちゃんとここにバーンって当たって上に上がるっていう音だと、こう音がシュワーってなる、広がる感じになるんですね。だから叩きつける音っていうのがあまり良くないですね。で、叩きつける音がじゃあ音楽的に良くないのかって言うと、ロックは全部叩きつける音なんです。これで全然いいんですね。いわゆるギターもディストーションっていう音を歪みかけてるわけですから、ドラムも歪んでる方がマッチするんですよ。だからブルーハーツの声であーっていう感じのスタイルの声って、あれのかっこよさがあるんで、ドラムもギターもベースも音がもうすごくこう歪むギリギリ限界の方が音が混ざるんですね。それを一人だけクラシックみたいな、あーみたいな、こう、全然クラシックの発音じゃないですけど、みたいな人が一人いると逆に浮くんですよ。なので8ビートとかロック系の人たちがジャズに来るとすごくこうそういう音色とかで悩むんですが、発音の仕方が全く違うんですね。だからポップスなんかはどちらかというとそのジャズとかクラシックに寄せたものと、例えばこうポップスでファンクとかやってる時は、要は右手はこう弾む、バストラとスネアは弾まない破裂音、というふうに使い分けてるんですね。だから重たい音を破裂してるっていうか、その要は沈んでる音をこう押し込んで、こういう音を使ってるのとこうサクサク進むのが要は混在してるというか、だからポップスなんかも僕はバストラとスネアは比較的沈んだ音にしながら、ライダーとかハイハットはすごく進行していく感じで音を使います。なので進行していくタイミングにはこう音が弾んでつながっていく、ライドに向かうのにジャンプしてこう飛び乗る感じだとつながるんですが、こうここだけ叩いて音が鳴った、だからつながりがないというか、ライドができてここでこうサクサクジャンプしているところで大きくジャンプするためにここに来て、でまたここに立つというようなスタイルで考えてもらうと、多分質問者さんの答えになるんではないかなと思います。なので音はね、だからブラシで叩く時も、僕初めて大阪さんのドラムを見た時にブラシのクラッシュの叩き方が納得したというか、なんかみんなの叩き方あんま好きじゃなくて、大阪さんはシュワンって叩いてて、あ、この叩き方のシンバルはすごく自分のイメージ通りだなと思って、すごくこうなじーっと見て叩き方を真似した覚えがありますが、まさにそういうこういう叩き落とすんじゃなくて、ブラシでもバシャンというふうにする形ですね。ということでございました。以上です。ありがとうございました。